ここですね、来た。旅館土田とありますな。旅館土田、そしてお食事処ともありますけど、こっちが土田旅館の入り口か。でこっちがお食事処土田の入り口だ。こっちで行きます。行かせてください。こっち、お腹すいた。どうもすいません、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと、あの、いただいてもいいですか、はい、どういうもんがあるんですか、はい、いろいろあるんですよ。うわすごい、いろいろある。でしょ、それから麺類、こちら丼もんと、あとはこれお酒です。いや、まあさすがにお酒はね、さすがにお酒はですよね、はい、はい、ご主人、これなんですか。これはこれですか。目の前のこれはですね、大福帳。大福帳、はあ、これはよろず覚え帳って言います。これどういうもんなんですか。売りかけ帳。売りかけ帳いうことは漬けとか。そうです、漬けです。だいたい明治20年ぐらいにここに初めて僕の先祖がお店を構えたんですよ、ね、ああそうですか、一番最初にやったのが魚の行商。へ、魚の業者である程度小銭を貯めて、でここで長屋を一軒借りて、はい、でその長屋で始めたのがいわゆる居酒屋ですよ。その後旅館なんです。ああそうですか。その歴史は120年ほどになるという土田。現在は宿と食事処を営みます。お話し上手な店主さんからお店の長い歴史について伺います。これを書いた、要するに主人は百太郎って言うんですけどね、はい、百太郎っていうお名前の方なんですか、はい、百太郎って言うんです。百太郎は学校行ってないんです。カタカナと数字しか書けないんですよ。じゃあまずはこれだけはちゃんと書けるようにっていうことで、私の父親ではなくてその父親の父親ですね。ひいじいちゃん、うん、ひいじいちゃん、百太郎。百太郎ですから私がまあいわゆる四代目です。四代目になるんですか。実は先祖は、話は創業者百太郎さんから上下町の町の成り立ちへ。お話好きな四代目、トークに熱が入ります。それでその領地をどうするかということで検地をし直したんですよね、はあ、大森銀山でご存知です。島根県の大森銀山、石見銀山ってやつ、石見銀山。おーおー、そうですから大森の方の大官所の出張所がここに来て、要するにいろんなことを行政をやってたわけなんです。でそこでやったのは何をやったのかって、実はその頃は江戸時代っていうのは江戸時代の、ちょっと待ってください、食べてからでもいいんですか。ああそうか、まあ、どっちかがその方がいい。話の腰を折ってしまってごめんなさい。お腹を空かせた中島さんが頼んだのは、作り方がちょっと変わっているというカツ丼、そして名物料理の豆腐ステーキ。出来たてをいただきましょう。はい、うまい。うまいっすね。それはよかった。おいしい。絹ごしと絹ごしでその食感を楽しんでいた。ちょっとイメージと違いますね。そうなんですよ、最近のカツ丼とちょっと違うでしょ。おう、うん、うん、なんなんですかねこれ。ふわっとしてて、だしに溶いた、完全に溶いた卵を入れて、とにかく混ぜる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 、混ぜて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 、結局ああ火が通るかなという直前に火から上げてドロッとさせたのがこれ。ご主人の話が面白いんですよね。あ、いやそうじゃない、料理がうまいって言わない。料理もうまいですよ。だけど金鹿さんみたいな感じでね、料理美味しく感じるんですよ。その後も上下町への愛にあふれる四代目のトークは続きました。それでは上下のことなら何でも知ってる話し家のいるお食事所に店員さん認定でございます。ありがとうございます。いやもう本当楽しかった。ありがとうございます。